秋田県第1区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止島で定数は4。現在は秋田1区と秋田2区に分かれている。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。 1 9五十年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第四十回衆議院議員総選挙七月十八日執行、当日有権者数、五十六万七千五百七十人、投票率七七十二パーセント。第三十九回衆議院議員総選挙二月十八日執行、当日有権者数、五十五万七千三百二十五人、 投票率 78.、78.60%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数、55万5052人。投票率 78.、78.61%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、55万1716人。 投票率 71.、71.94%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、53万7781人、投票率 78.、78.88%。第十五回衆議院議員総選挙十月七日、執行当日有権者数、十三万四千七人、投票率。 74.69%第34回衆議院議員。総選挙12月5日。執行当日有権者数。51万9198人。投票率 77.。77.79%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数。49万9348人。投票率。 75.10%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、486,788人、投票率 74.、74.72%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日、有権者数、446。291人投票率、 82.23%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数44万521人投票率77.13%第29回衆議院議員総選挙11月20日執行当日有権者数43万1737人 投票率 72.、72.09%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数、418,299人。投票率 76.、76.13%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行。当日有権者数、397,171人。投票率、ーセント 第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数38万740人、投票率75.88%第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数38万5648人、投票率71.66%第24回衆議院議員、 総選挙1月23日執行当日、有権者数34万4732人、投票率73.51%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数33万871人、投票率62.21%。ありがとうございます。